元ジャニーズジュニアであるカウアン・オカモトさんがジャニー喜多川氏からの性加害について告発しました。私たちはジャニーズファンという立場であり直接の性暴力被害者ではありませんが、このことについて向き合っていく責任があると考えています。次の対応を求めます。1、性暴力被害者の声に誠実に耳を傾けてください。2、ジャニーズ事務所として第三者委員会等を設置し、性加害の検証・実態調査を行ってください。